じゃあ阿部慎之助選手、通算400号、おめでとうございます。我が後輩です。いやー、良かったっすよね、でもね。おめでとうございます。あ、本当しました。400号、おめでとう。おお、ベタ打ちで、ベタ打ちでね。なんて書いてるんですか。おー、書いてきますか。いや、それは書いてくるよ。そりゃ、お飯はできんだろ、お前。仕方はされてないです、俺。仕方はできないよ、お前。これちょっと貴重ですね。阿部慎之助、はい。400号、おめでとう。超人の賜物だね。401号を目指してまだまだ頑張れと、打ったんでね。はい、ありがとうございます。はい、それだけ。いやいや、まあ、こう、寂しいか。いや、そら、お前、かなりの数じゃん。でも最高を、はい、あ、ね、そこ、ゆたかさんのスタンプじゃないですよ。最高、阿部選手の、阿部選手のスタンプだって最高ですの。それ、ゆたかさん買った方がいいんじゃないですか、はい、買おうかな。でもその後、豊さん自分のスタンプで対抗してるじゃないですか。気合いだ。気合いだ。まあ、ね、先輩後輩と。いやー、素晴らしい。もう405。まあ、だけど、はい、大したもんだな。いやー、もう本当に、あの人は中日ファンからしたらもう最悪な試合でしたけど。まあまあ、そりゃいいじゃないか。まあ、めでたいよ。試合だからね。まあ、だけど、なんていうの、400って一口に言ってもさ、キャッチャーやりながら、だからな。やっぱ打てるキャッチャーっていうのは当時古田だとかいろいろいたけど、城島さんとか、城島もそうだな、はいはい、まあだけどその中の代表的な選手だったからな。本当そうですよね。まあだからなって、もう引退してるわけじゃないけどさ、はい、まあでも400打つとは思わなかった。俺入団の時にさ、お父さんが俺のとこ連れてきたんだよ、はい、でプロの心得はって、心得はって言われてもあれだなと思ったから、まあ思い出とすれば、いや、プロってコーチって何年か後に変わると、うん、で選手っていうのはずっとやっていかなきゃいけないから、もう自分の確立したものを作った方がいいよって、うん、まあそういう言い方をした、うん、まあそれが生きてるかどうかは別問題として、彼は打ち方をよく知ってるよね、うん、ホームランの、ホームランの打ち方もそうだし、はい、まあ例えば国際試合に出た時に知らないピッチャーばっかり来るじゃない、それをボールを引きつけて反対方向ばっかり打ってたんですね、うん、だからこいつは大したもんだなって思ったんだけど、だからホームランを捨てて、はい、とにかく率を残しに立つとかさ、うん、その貢献しようとして、だからそういうことができるんだよね。でもそれと共通して見えるのが清宮なんだよ。おー、打ち方の共通点といえば、慎之助をモデルにしてるのが清宮なのかなっていう、そんな感じがするんだよ。ツイスト打法っていうのは慎之助から流行ったでしょ。流行りました、ありましたね、腰をやってましたね、こう開かないようにヘッドを走らすために、はい、あれの進化版みたいなのが清宮みたいな感じがするんだよ、次世代の、うん、だから村上とはちょっと違うんだよ、はい、だから清宮って捉えた時の飛距離って半端ないし、はい、うん、パワーだけじゃないっていうところがある。だから慎之助が与えた影響、これは400号とともに、もっとなんかこうバッティングというスタイルという意味ではすごく世に広めたよね。だからその功績っていうのはすごくでかいなと思って。数字だけじゃないってことですね、その他に残したものは。そうそうそう、450g いったんですよ。なんで500いかないね。いや、500結構つまむ、お前つまむんだろ。夢でかく言えよ、お前。じゃあ、お前も450ってちょっと夢膨らまして言ったと思うけど。いや、そうっすね。50でも結構だね。結構大変。スパンでも大変ですからね。いや、大変。だけど、これ自慢じゃないよ。はい。ね。はい。これ自慢じゃない。はい。言っとくよ。自慢です、絶対自慢です。自慢、いやいや。俺のバッティングフォームの分解写真を慎之助が自分のロッカーに貼ってたらしい。えぇ、それ本当っすか。今貼ってるかどうか。それで一頃前ね、打撃不振になったんですよ。あったかな。ただ、はい、俺もツイストじゃないけど開かないためのバッティングフォームっていうのをやってたから。あ、感覚が、まあ、それ近い。同じ右投げ左打ちだった、はいはいはい、だからそういう、まあ俺はホームランバッターではなかったけど、いや自慢じゃない。それちょっとした表現的な。すごいっすわ、だってもうね、ろうそくを立ててスイングしてたね。いや、それは慎之助はしてない。
新之助はしてない。そういうのはしてないという。そういうのは。でもすごいですね、その文化写真が貼ってみたいな。安倍選手が貼ってるっていう。言ってた。教えてくれた。あ、本当ですか。もうすごい嬉しかった。嬉しいっすよね。な、強くね。まあでも本当に401号、2号、はい、ね、まあ名電が言うように、まあとりあえず450目指そうです、ね。いやー、まずは本当に。まずは450行ってもらいました。バッティングだったらあいつ一生使えるんじゃないかと思うよね。いやー、しかもあのなんか400号のホームランって、うん、結構難しいボールですね、インコースしてる。難しいけど、もう来たと思って振ってるよね。いやー、本当にホームランボールと思って振ってるよね。あれがやっぱホームランバッターの凄さだよね。いやー、もうあれで田島投手が崩壊しましたもん、ね。田島本当にビアヌエヴァにも満塁打たれて、中日ファンとしてはね、いやー、もう本当になんであんな金もらってんだってすげえ叩かれたんだ。いや、もう田島のことは擦れない。まあファンとしてですね。ファンとしてファンとしてですよ。もう悔しいですけど、嬉しいですね。ね、まあ大記録だよ。大記録、ね、すごいっすよね、でもね。まだまだ本当にね、はい、まだまだ行ってもらいましょう、うん。もう足は速くはなんないから、ね、あのままでいいから、ね、飛距離を伸ばして、球足を速く、はい、ね、おめでとうございました。おめでとうございます。よし。忘れた。はい、忘れた。あー、これさ、はい、これ案件じゃないんだよ、全然。はい、知り合いがね、毎年送ってくれるジュースなの。あ、毎年。はい。実家には届いてないですか。いや、これね、実家、うちの。自分なんです。自分なんです。お前らないですか。ないですか。ないですか。めちゃくちゃうまいんだよ。いや本当にオレンジジュース、あ、これね、愛媛県の、愛媛県、うわー、もううまいじゃないですか、愛媛の、うん、ポンジュースみたいな、それでね、はい、種類が豊富なの、これ日本しか重いから持ってこれなかったけど、はい、だからこれ概要欄に貼ってるんで、はい、もし注文したい人はちょっとあの注文してあげてください。これ案件じゃないですから、案件、ま、全く案件じゃない、これ好意だ、好意、好意、いや、うまいから。毎年送ってくれるんですね、この方が。毎年送ってくれる。いや、じゃあもう、いや、これはまあほんとスッと入ってくる。へぇ、いや、案件じゃないよ、本当に。はい、これじゃあ、いや、だから概要欄の方に貼っとくんで、はい、欲しい人は、はい、これ注文したら送ってきてくれる。へぇ、豊さんも飲んでるジュースを。そう、チャンネル割りはないですね、チャンネル割り。豊チャンネル、豊チャンネル割りみたいな。ああ、そうだな、それ言うのもする。まあちょっとこれ後で飲んでみて。はい、そうですね、はい、はい、はい、